しばらくは大丈夫そうだな。俺たちは時空の切れ目に落ちてしまったのか。そのようです。いつなんだ。5年前にタイムスリップしています。やっぱり。どういうこと？説明してよ。ここは過去の世界だ。え？タイムホールが塞がらないうちに戻れば元の時間軸に帰れるはずです。でもどうやって？列車から救難信号が発信され続けています。まもなくレスキュー隊が駆けつけてくれるはずです。兄さんはどうなるんだよ。兄さんって？彼は俺の兄さんなんだ。5年前この惑星薄明で任務中に殉職した。殉職？そんな。俺の兄さんはここで死ぬ。冗談で言ってるわけじゃなさそうね。この場合は銀河鉄道管理マニュアルに従ってください。マニュアル？銀河鉄道運行法第33条2項タイムスリップした者は決して過去の事象に介入してはならない。あなたの兄さんの運命を変えてはいけません。運命がどうしたって？いや、何でもありません。1時間後に脱出する。みんな少し休んでおくんだ。あいつらは宇宙海賊ガイサンダーの一味だ。海賊？この辺りを荒らし回ってる賞金首さ。他の隊員たちは？駅を守っている。夜明けとともに一斉に攻撃を開始する作戦だ。あいつら気がついてるよ。攻めてくるのが分かってて罠を仕掛けているんだ。バカな。本当なんだって？そこでみんな死んじゃうんだ。落ち着く。信じてよ兄さん。また兄さんか。やめてくれよ。君の方が年上だろ。今は年上だけど5年前は年下だった。俺学ぶだよ。学ぶ。嘘だろ。本当に学ぶなんだろ？うん。でっかくなりやがって。母さんは元気か？相変わらずだよ。お前が SDF に入隊するのは反対しただろう。だろうな。兄さん、俺たちと一緒にここを脱出しよう。学ぶ、規則を守れ。え？お前の行為は過去への介入に相当する。だってお前の気持ちは嬉しいよ。俺だって死にたくはないし、ここで死ぬつもりは毛頭ない。だけど俺はスペースパンザーグレネーダーなんだ。敵を目の前にして逃げるわけにはいかない。心配するな、なんとかなるって。そろそろ出発するぞ。Oh,